Yeah.
black guy who chopped the gray. Yeah. いつどこで何があるかなんてそんなことはもう知らねえ。でもここで一つだけはっきりと言えることがあるんだ。One more! One more!
ケンメイ君が俺を呼び続けてくれてるのは非常に感謝しています。これからも頑張ってやらなあかんなっつってね、30年やってきましたけどまだやんのかっちゅう話ですよね。まだやるんですよ。売れてないから<笑>ね、これ、ばっかりはもう大変ですよ。絶対売れてやります。68ぐらいでミュージックステーション出てやります。 大阪に愛を込めて歌いましょう。俺が昔暮らしてた町の歌を、大阪西成という町がございましてね、まあ皆さんももう知ってる人の方が多いと思いますけど、全く知らんおさんが前から歩いてきて久しぶりって言いますよ。そういうアットホームな町なんですよ。アットホームすぎてちょっと困ってしまいますから、立ち食いとかで飲んでたら、 ちょっとよそ見したらもう俺の焼き鳥はないです。<笑>そういう町でございましてね。雨なんか降ると日雇い労働者の方々ばっかりなので、道端でその辺で拾ってきたものを売りよるわけでございますね。おっさんが例えば片方だけの靴とかどうすんねんっちゅう話なんですけどね、それから全く使えへん100円ライターを10円で売ってたりしますね。で、俺とめっちゃ目を合うたんで、何ちゅうよるかな、 綺麗やろって言ってました。<笑>そうやなって言ってました。それ以外何にもない。これはじゃあ作るの、シャッ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 、一個も使えへん。これはシャッシャッ使えへん。全く使えへん。じゃあ、道で売ってるもん中で一番感動して一つだけ購入したもんがございましてね。感動しましたよ。頭よっさやな思ってね。ピカピカに磨いた10円を20円で売ったんです。<笑>いや、すごいおっさん女思ってね。 これでめっちゃもがるやん思うてね。また俺渡した20円磨きようとかな思ったら、なんかおもろくなってきてるんですよ。すごい買いました。<笑>ピッカピカなんですよ。<笑>びっくりするぐらい、今年の10円っていうぐらい綺麗ですよ、ほんまに。まあ何が言いたいかと言いますと、やっぱり福島も熊本もそうですけども、地震があったりなんかしてね、目で見たものだけがやっぱり本当のことやななんてね、 今やもう便利にはなりましたけど、それでちょっと騙されてる感もたくさんありますもんね。 YouTube やったり SNS なんかは 80% 以上嘘やと思ってもらっていいと思います。やっぱり生で自分の目で見て確かめた方が、福島なんかもそうですけどね。今あなた方が見てる今にした以上は本物でございましたね。 やっぱりライブはいいっすよ。じゃあ 仕事も小銭もないおっさんの街を、スクリューコースターがうなりを上げる。一泊1000円にも満たないと古びたホテルにアミューズメントパークがキスをした。アメリカの人が寄付したシャツを何万円も出して買う、あの子何になりたいのかって言う問いに、 夢になりたいって笑ってた。
忘れられる今までの別れも消えてゆく Yes, 1, 2, 3, 4 というまだこの街も人もそれを知ってる まあこんな感じなんですけど タウンという歌でした。どうもありがとうございました。
最近ちょっとかっちゃんの、子供の話が出てましたが、と今に最終52歳なんですけど、今子供が2歳なんですよ、ね、びっくりしますね。50の時の子供がいましてね、大変ですよ。俺にそっくりな女の子なんですけど、俺がお下げしてると思ったら間違いないですよ。可愛いですよ。だから同じやから、なんかね、年いってからの子やからかもしれないですけども、やっぱりこう思い入れがありますね。なんとかあと20年は歌いたいなと、元気で歌っていたいなと、そんなふうに思ってます。1年前に酒やめましてね、まあ声が出んようになったんですけど、年間200本ちょっとですか、僕こんなことやってるんですよ。それでまあなんとかこうね、生活をしのいでいっとるわけでございます。もう年間3本で飯食いたいですね。武道館、東京ドーム、札幌ドームぐらいで、そんな日が来てくれたらありがたいなと思うんですけども、そうもいけないねこれね、200本ちょっとやらなあかんわけでしてね、子供のためにね頑張ります。まあだけど子供ができるとちっちゃいテレビ番組は NHK でも死ぬほどね、いやって言うても見てしまいますもんね。もう俺50回って俺こんだけこんだけトーマス見やなあかんのかなってジェームス、パーシー、ハロルド、ロージー、スペンサー、スティーブン、全部言えますよ。オーバーが抜けてるね、ほんまにもうどんだけおもちゃ買わされんだよ、ね、こうったらもうすぐ一回こうやっただけでもう投げようんですよ、ね、ね、トーマスとかアンパンマンなんちゅうのはね、もうこれ大人のブランドで言うたらシャネルですから。ほんまですって、同じ大きさの人形でも10倍ぐらいしますもんね。ほんま、柳瀬隆史ね。おげんちゃん、すごいのやりましょう。今最も家で歌ってる歌を歌います。ライブでは1個もやってないです。家でずっと子供に歌わされてる。じゃあカバーを1曲。恐ろしいぐらい日本の唯一のかっこいいロックンロールを皆さんの手拍子で知ってる方が歌ってもらえると嬉しいです。 Everybody clap your hands。手のひらを太陽に透かしてみれば真っ赤に流れる僕の地域をヤクザだって右翼だって政治家だってみんなみんな生きているんだ友達が。柳瀬隆が書いたんですよ。柳瀬してます。アンパンマンを書く前に売れへんかった柳瀬隆がこの歌詞を書いたんですよ。これで食いづらいでアンパンマンにつながるわけですけど、柳瀬隆も68で売れたんですよ。すごいですよね。でもこの歌のすごいとこは、子供の時から俺ら歌ってたじゃないですか。で今も俺の子供がこの歌を歌うんですよ。だけど一番の歌詞に生きているから悲しいんだって、すごくないですか。子供に歌わしようねんからね。俺が悲しいわ。すごいなと思ってね、この歌詞の重みを今感じて最近カバーしています。いい歌やなと思って若干歌詞は変えましたけど、今子供がこの歌詞と全く同じの歌っています。ヤクザだってヤクザだってスーパーで歌われた時は口をこうしました。やばいって言うんですよね。
いろいろ今じゃあの CD をいろいろ出しとるわけでございますけど、配信を配信なんちゅって今ね CD 出さんでもなんか配信あるみたいで、だから東京のライブハウスのオーナーが配信会社を始めましてですね、すいません、ゲップしてしまいました。炭酸まで飲んでるから、ね、なんか配信をやりたいと、10組だけうちのライブハウス出てる10組だけやりたいって言うてもらって、その中に入れてもらったんですけど、と新曲を作ってくれんかって言われてね、めんどくさいと思いながらあるもんでええやんけって思ってたんですけど、作らなあかん。自分ではなかなか気に入ってます。この年になっても上には上がやっぱりありましてね、まだまだ要はキングにはなれないわけでもないし、新曲を、新しい新曲を成功すればいいなと思いながら歌ってみたいと思います。じゃあキングっていうのをやります。風に吹かれて、それでも昔よりは新しいんだよ。鋼のメンタルを盾に、誰もやらない喜怒哀楽を探しとる。ロックンロールが好きで、金魚の糞が嫌いだ。もう嘘は嫌だ。俺は俺であるために歌いたい。やってやるぜ。本物に近づきたいんだ。ライブライブライブ、あの人を超えて死にたい。完成気分の汗が笑ってる。それだけ書いてもまだわかんないのって。苦労のメンタルを糧に、俺しかいない宗教の教祖様。ロックンロールで行くぜ、傘も差さずに行くぜ。濡れたがるこの国で、どんな雨が降ろうと怖くない。見せてやるぜ。本物に近づきたいんだ。ライブライブライブ、あの人を超えて知りたい。キングオブライブ、本物に近づきたいんだ。キングオブライブ、あの人を使います。じゃあ OK baby、 もうちょっとやりますか。もうちょっとやっていいですか。あとちょっとだけ、はい、皆さん今日はあの改めて言うのもなんですが、今日のあの出演者の方々に皆さんもう一度大きな拍手を。最高でした。季節の歌をやりますね。
季節の歌なんですけど、福島に、友達がいっぱいいましてですね、この時期やっぱりそのことを思い出してしまいますが、ね、なんか震災があったからどうこうではなくてですね、福島は震災がある前からライブでは行かせてもらっててね、で友達もたくさんいますし、ライブハウスも流れたりなんかしてね、来てくれたお客さんが何人か亡くなったりなんかして、でそれでもなおかつこう続けて生き続けてる街があってね、やっぱりいろんな仮説もかなり回りましたけども、なんかそんなことを言うて別に自慢してるわけじゃないですよ。なんか本当の春がまだ福島にはなかなかね、これテレビも一切放送してへんし、ね、まだまだ地獄みたいな生活してる人たくさんいましたね。早く春が来ればいいなと作った歌やりましょう。春だよというのがあります。つまらない気持ちこそビルが僕を見下した、どうして手遅れだなんて思ってしまったんだろう。用意された時間が限られているなんて、何も終わりはしない、ただ変わっていくだけ。雨が花にすることを涙が心にしてた。人は余計なものを背負うから空が飛べないんだ。いつ数えたら桜咲き乱れるから、
咲き乱れるから、一つ二つ三つ目を覚ませ、春だよ春だよ、あったかい春だよ春だよ、あったかい春だよ。そうそう、帰りましょうかね。かようさんがやりましたもんね。じゃあ一曲スペシャルゲストを呼びましょうか。とね、このジャック・ライオンで、高校生の時に俺を見てくれてたそうで、ね、すごいなと思うんですけどね。そいつが今日一番最初に出たやつなんですけどね、英根性しとんなと思ってね、大さんと一緒にやりたいって、いやすげえなと思って、しかも俺の歌を歌ってくれます。秋津くんを紹介しましょう。大きな拍手を。いや、なんかここで出会ってそんなことを言うてくれる子がいるっていうのはすげえ。今19歳ですからね、すげえなと。お母さんよりも俺の方が年上ですね、お母さんと付き合いますだからある意味ね。いや、なんかこういうのちょっと嬉しいやん。なんかね、長いことやっててよかったなってほんまに思います。と19の子に俺の歌が響いたんやなと思ってめっちゃ嬉しいです。俺はそういう歌い手でありたいとずっと思っていたので非常に嬉しいです。秋津くんに大きな拍手を。多分滑ると思いますけど、皆さんあったかい目で見てやってください。滑っていただきましょう。嬉しいぜ。いや、ベイベイ。ありがとうございました。何かの。あ、どうも皆さん。何時間ぶりやろうな。しばらく。もうええで。ギターのチューニングなんか。どうでも。最後で、秋津くん、じゃあ秋津くんに俺の歌を歌ってもらいましょう。人生最後のショーのように。Hey, hey, 人生
有名にしてもらっていいですか。ワンマンやりたいっす。ジャックライオンで。今日ほんまそんなことでみんな来てや。いや蓋開けて5人ぐらいやったらもう大変なことなんねえからな。頼むでみんな。よっしゃ、じゃあ最後に1曲だけウドで皆さんとお別れしたいと思います。今日は本当にいい夜を懸命に感謝します。それから茨城ジャックライオンに感謝します。皆さん、ジャックライオンに大きな拍手を一つ。こう長いこと音楽をやらせてもらって、こっから先も多分俺の道は多分あると思いますが、かなり険しい道を行くんだろうと思います。でも一番長いこと東京に暮らしてて20年いました時にね、結婚してもう東京へは思って今滋賀県に暮らしています。滋賀県の琵琶湖のほとりに子供と3人で暮らしていますが、ほとんど家にいません、ね、でもなんか自分のちょうどいい場所を
やっとちょっと見つけた気がしましてね、なんか背伸びしても下に潜ってもダメやなと思ってね、ちょうどええってやっぱりすごいなと思ってね、皆さんにもちょうどええ何かが必ずあると思いますが、最後にハローっていう滋賀県に暮らして一番最初に作ったとやってお別れしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。今西さんちです。さようなら。今はもう知っています。心ではない体でもないちょうどいい、それはちょうどいい。
ょうどいい。ありがとう、楽しかったです出でしょうか、大阪他で絶対やらんといたるわ、ここでワンマンやっていっぱいなんやったらね、他全部やめます。全然そんなお構いなしです。ベイベー、じゃあ最後に1曲だけやって、ほんまにお別れさせてください。お願いします。しんどいです。ベイベー、とんでも出てくるぜ、52歳。OK。じゃあ、またこっから、岩井さんち頑張って、現役でやりたいと思います。片手間に音楽をやってないんで、本気で皆さんと付き合っていきたいと思います。じゃあ、中学生みたいな8ビートで終わります。皆さんの手拍子をいただきながら、最後曲が終わったら、わーってなってもらっていいですか。もう、そんなんもう、大体わかるでしょ。8ビートで最後曲じゃんわーですよ。ほななんかめっちゃ売れてるみたいになりますから。よし行きましょう。じゃあミラクルっていう歌でお別れしたいと思います。今日はどうもありがとう。サンキュー。わカリスマにはなれないが、なれるぜ。このままでいけば、このままでやれば、カリスマにはなれないが、伝説にはなれるぜ。心騙しても笑っていられればやめない、やめない、これをやめない、いつの時代の俺よりも今日のあなたに夢を見せてやる。カリスマにはなれないが、伝説にはなれるぜ。
どんな道でも歩き続ければカリスマにはなれないが伝説にはなれるぜ。みんな倒れても立っていられればやめないやめない俺は何もやめない。どんな世界の誰よりも今日のあなたに夢を見せてやる。はい、拍手。憧れる。だからそこに夢がある。戦わなければ戦わなければカリスマなんかクソくらえ。だからここに俺がいる。信じなければ奇跡は起きねえ。やめないやめない俺はこれをやめない。いつの時代の俺よりも今日のあなたに夢を見せてやる。どんな世界の Oh baby, 見せてやる。